はい、皆さんこんにちは。遊び屋こいのぼりです。今回は誰でも入手できる超優秀な SQST について共有させていただきます。メタルストームは整備士は切っても切り離せないほど必須級なのですが、回復に不安があったりしませんか？高難易度になればなるほど回復量は欲しくなるところだと思います。そして動画にもあるように、回復プラス HP の上限も一時的にアップしてくれるスキルがデフォルトでついているとなったら、めちゃくちゃ欲しくないでしょうか。さらには範囲回復も 10% 近くアップしてくれます。それではこの機体についてどこで手に入れるのかというと、作戦行動からいける集中派遣から獲得することができます。獲得方法は画面左下のベンダー報酬というのをタップしてみてください。ジーク X という表示があると思いますが、毎日1回ここに派遣を出すことができるのですが、回数によってパーツがもらえます。そこに S 級の ST の名前が出ているのですが、暁紅と読むのでしょうか。これをタップしてみてください。すると ST の詳細が確認することができます。この機体のコーティング演算子ですかね、そして複数修理モジュールが特に有能で、動画冒頭で話した通りの内容になっております。ただこの派遣は全てのパーツが一度に手に入るわけではなく、現在は一つだけ選択して手に入れる仕様になっております。なので私がおすすめするのは、回復に不安があるようでしたら暁紅のボディーパーツを優先的に獲得しておくことをおすすめします。コーティングと複数修理が一つのパーツで発動するので、とても有能です。単体そして範囲回復ともに相性は抜群です。もしパーティー全体をコーティングしたものなら、全体の HP は 15% 一時的にアップすることになります。なので先陣を切る格闘家、そして遊撃手に事前に回復をかけておいてコーティングしておくということもできます。範囲回復も 8% と結構大きいので、ぜひ獲得してみてください。全パーツを獲得したら回復支援はえげつなくなりますので、コツコツやっていきましょう。ということで今回は、意識をすれば誰でも手に入る、めちゃくちゃ使える SQST について共有させていただきました。ご視聴ありがとうございました。いつも高評価ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。遊び屋こいのぼりでした。またね。良い一日を。